おはようございます。通学のお供に朝から古文単語、本日はうまいを紹介します。そもそもいという古文単語は眠ることを表す名詞なんですね。しかし単独で用いられることがほとんどなくて、1から3番のようにイディオムになって出てきます。例えば浅い、これは朝寝ること、うまい、ぐっすり寝ること、そして安いが安らかに眠ること、ということは入試問題的には読み方の問題に気をつけたいですね。特にこちらのコラボレーション気をつけてほしいんです。動詞で寝るという漢字は何て読みますか？終止形の読み方、よく入試問題に出てきますよね。しっかりとぬ、これは必ず読めるようにしておいてください。ってことで最後のこの言葉の組み合わせは何て読んだら正解が取れますか？少なくとも下からいきましょう。図という打ち消しの助動詞がついているので、この2文字目の寝るは動詞として機能してますよね。だから今回こちらは寝と読んであげれば動詞ぬの未然形の形が見えてきますね。で逆に上の寝るという漢字はこれ明らかに名詞として使っていそうなので、今回の読み方はいが正解。つなぎ合わせてあげて、いも寝ず、いも寝ず、現代語訳は眠っていないというふうに訳します。こんな感じでしっかりとね、眠る系関連の単語っていうのも押さえてあげるといいのではないでしょうか。うまい、うまい、うまい、うまい言っているうちにぐっすりと寝てしまわないように気をつけてください。それでは今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。